英語の先生太一の一週間お疲れ様ラジオ。こんにちは、英語の先生太一です。ふう、今週もお疲れ様でした。やっと花金になりましたね。楽しい週末を過ごしましょうね。この番組は教育事業に取り組む一歩ラボ合同会社の提供でお送りします。皆さんこんにちは、英語の先生太一です。今週もお疲れ様でした。今日は My stories about ANA flights、 アナの飛行機にまつわる話をしたいと思います。飛行機乗ったことある人多いと思うんですけど、私はアナ派みたいな、いやいや僕は JAL 派みたいな、 LCC みたいな、なんかいろんな選択肢がある人が多いと思うんですけど、僕が住んでる鳥取はですね、鳥取空港があって、あ、いやいや鳥取砂丘コナン空港がありまして、砂丘とコナンくんで持ってる空港なんですけど、こんなやったら怒られますね。あ、その鳥取空港と羽田空港がアナしか飛んでないんですよね。なんなら鳥取から羽田線しかなくて、1本しかなくて、で1日5便かな6便かなしかないんですけど、まあ全部アナの羽田行きなんですよ。まあ東京とか行くときはもちろんみんな乗るんですけど、まあ、アナしかないから、僕は基本アナのことしか知らなくて、 JAL あるじゃないですか。で個人的には結構 JAL の方が自分には合ってるんじゃないかなと思うんですけど、雰囲気的に。なかなか JAL にね、乗る機会がなくて、ちょっと寂しいなと思ってるんですけど、まあ、今日はそんなアナを使って、飛行機に乗った話をいくつかしたいなと思ってます。すべて良くない話なんですけど、まあ、今年の8月のお盆期間に、神奈川県の海老名でワークショップをする仕事がありました。なので、まあ、このアナ線使って東京行って、そっから海老名に行くっていう感じだったんですけど、本番は8月で、その下見と打ち合わせで7月にもアナ線乗ったんですよね。なんでもうここ数ヶ月で、まあ、何回か乗ってるんですけど、直近の最近のこのアナフライトがなんか全くなんていうかこうスムーズにいかなくて、これアナが悪いとかではなくて、いろんな要素があってスムーズにいかないなっていう話なんですけど、例えばその下見でね、7月に東京海老名行ったんですよ。その7月にも乗ったんですよね。最初は鳥取から羽田空港に行くっていう、まあターンですよ。その時になかなかそもそも飛行機が羽田空港から鳥取に来なかったんですよ。強風の影響で。ちょうど台風6号が沖縄とか九州とかをフラフラしてる時だったんですけど、その風の影響が鳥取にもあって、で、風が強くて、なかなか鳥取空港に飛行機は着陸できません、しませんって感じになったんで、ちょっと待ちぼうけになったんですよね。で、なんとか着いたんですけど、まあ、予定よりも1時間弱ぐらいだったかな、遅れて出発をしました。まあ、出発できただけでもね、いいと思えるような感じだったんでよかったんですけど、ただその後の東京着いてからの予定がちょっとギリギリだったっていう感じで、なんでこの日はやばい予定間に合うかどうかなっていう感じで、ハラハラしながら過ごしたんですよね。で、その東京出張の帰りは翌日だったんですけど、まだ台風6号の影響残ってたんですよ。予定通り羽田空港は離陸をしたんですけど、なんか条件付きだったのかな、この時は。その鳥取の天気が急変するから、おそらく遅延しますみたいな感じだったのかな。で、まあ羽田空港離陸して鳥取に向かうじゃないですか。そしたらやっぱ案の定、雷とか大雨がすごくって。もうちょっと行けば鳥取空港っていうところまで行ったんですけど、ちょっとまだ今着陸できませんみたいな感じになって、で岡山あたりまで一回南下したんですよね。南下して雲が流れるのを待ったんですけど、そんな感じで上空で30分ぐらいですかね、待機したんですよね。で、この日はこの日で、まあ、ちょっとこれは僕の予定入れ方が良くなかったんですけど、鳥取着いてから30分後に、ズーム会議を1本入れてたんですよ。まあ、時間にしたら夜9時からだったんですけど、入れてて。これが、ちょっと今地元でやってる夏休みの学童の
子供たち向けのコンテンツを考えるっていう回で、まあ3人ぐらいでミーティングするっていうことだったんで、結構大事だったんですけど、まあそれもやばい間に合わないという感じになってですね。でもなんかあれですね、最近の飛行機はほんと便利になりましたよね。アナの機内 Wi-Fi あるじゃないですか。あれ、アナのアプリから、アプリ使えば Wi-Fi 使えるんですけど、機内からですね、アプリ使って Wi-Fi 繋げて、で、LINE 起動して、ごめん、ちょっと今日ミーティングできませんって言って、東京から飛行機戻ってるんですけど、なんか着陸できないみたいですみたいな感じで送ったんですよ。そしたら、他のメンバーが、え、大地くんなんか飛行機から連絡してくれるのみたいな感じで、驚かれてですね、いや、そうそうみたいな感じで。なんでもう飛行機と地上との間で、こう LINE したんですけど、まあ、便利なとこはあるなっていう話ではあるんですけど、まあそんな感じで、なんで、この時も台風6号の影響で、ちょっと予定通り行かなかったんですよね。で、最後は、8月のお盆の時ですよ。この時は、台風の影響で、飛行機はまた鳥取に来なかったんですよね。で、これでまた出発が1時間ぐらい遅れて、羽田着きましたと。で、帰りは帰りで、この台風7号ですよ。台風7号。今回鳥取が結構ニュースで話題になったんですけど、まあそれぐらい雨、風がすごくて、で、この影響を受けるかどうかって結構ハラハラしたんですけど、僕の帰りの便は8月16日の予定だったんですよね。その前の8月15日はもう全便欠航したんですよね。で、ああ、もしかすると全便欠航した次の日の8月16も、まあ明日の方は欠航になるかなと思って。でもこの日はこの日で、昼から絶対派手な仕事が入ってたんで、絶対鳥取帰らんといけなかったんですよね。なんでマジ飛んでくれ飛んでくれっつって、もう数日前から願ってたんですけど、この時は、予定通り飛んでくれました。まあ多少ちょっと離陸時間が遅れたんですけど、まあそれはもう全然問題なくて。で、まあ機内も、もうお客さんでパンパンだったんですよね。やっぱ欠航した前日にチケット取っていた人が翌日流れてきたんで、パンパンだったんですけど、まあでも飛んでくれただけで、もう本当、ありがたかったですね。まあそんな感じ、ちょっとね、最近飛行機乗る機会が多くて、まあ、飛行機自体は好きなので乗ることは全然嫌じゃないんですけど、ちょっと飛行機運、まあ、天候運か、に恵まれてないなと思ったっていう話で、なんか皆さんもそういう飛行機の天候、飛行機にまつわる話、絶対あると思うんですけど、なんか印象的な話あったりしますか？あ、田村 D なんですか？アナと JAL。これは早慶早稲田問題のトピックですね。あ、そうそうそう。これちょうどさっきね、田村 D と話したんですけど、今日この収録をしている日が8月21日月曜日の朝なんですけど、ちょうど今、甲子園の準決勝をやってるんですよね。今は鹿児島の神村学園と、仙台育英か、がやってて、その次に、慶応対土浦日大か、茨城県の。まあそう、今日準決勝なんで、田村 D 野球部出身、野球出身なんで、話をして甲子園の。で、僕は個人的に、今回は慶応を応援してるんです、みたいな話をしたっていう前段があるんですけど、まあその時に僕としては、慶応は JAL っぽい。で、早稲田は穴っぽいみたいな感じをしたんですよ。そういう話をしてましたっていう、田村 D と。その JAL ね、ちょっと僕乗ってみたいんですよね。人生で1回ぐらいしかないんじゃないかな、JAL。JAL の国際線とかも乗ってみたいんですよね。まあ、どこかでちょっと乗りたいなと思います。ということで、今回は My Stories About ANA Flights、アナの飛行機にまつわる話でした。それでは。